ひょっとしたら一番注意しないといけないことがあるんですよ。もうこれを間違えると相当人生が台無しになっちゃうっていうことなんだよね。それはどういうことかっていうと、ね、不可能な成功を自分のゴールにするっていうことなんだよね。不可能のゴールっていうのは、これ畑ファームの話にすると、自分の人生が畑だったらどのような植物をそこに植えてるのっていうことなんだよね。でひょっとしたら無理な植物を植えてるかもしれないわけよ。わかる？絶対そこに植えても実にならないようなことをそこに植えていて、なんでこれ育たないのみたいになっちゃってると思うんだよね。これはその時間ね、やっぱりそのなんか新しいスキルを入れるとかね、春に米を埋めたら秋に実になるじゃん、ね、だからその今やってることってね、大きくなっていくわけよ。いいことって埋めると、フォーカスしていると、気を上げていくと。でもね、面白いこと、これよくアメリカと日本の違いで、今先週アメリカから戻ってきたんだけど、アメリカって不思議なことで、めちゃくちゃ日本みたい、アメリカの真ん中なんだけどね、ニューメキシコとかテキサスとかカロラドとかなんだけどね、アリゾナなんかサウスウェストかな。まあね、ポイントは一生懸命頑張ってる人が少ないわけよ、少ないわけよ。で明らかに一生懸命やってる人たちって結構成功してんの。面白いの、結構うまくいってんだよ。でっかいね、大型トラック乗ってるかもしれないし、いい家にも持ってるかもしれないし、なんか仕事でも社会的にも成功してるかもしれないんだよ ね。でこれなんでそれ、なんかメキシコ出身の人も頑張ってたら結構成功できるわけよ。面白いのよね。でもね、日本の場合は特に東京とか、まあ、大阪分からないけど、東京の場合は一生懸命頑張っても成功できるかって言ったら、そんな甘い話じゃない。一生懸命頑張ってるんだけど、そこで畑頑張って一生懸命もう朝から夜までぐわーってやって、もっと頑張ります、はい社長とか会社のためとかやってるんだけど、全然育たないわけよ。お金の収入も伸びないし、自分の幸せ度もアップされないし、常に怖いとね、心もいい人なんだけど、なんでやねん。畑、自分の畑の中で頑張ってる場所を移動する必要があるかもしれない。その種はどんなに頑張っても伸びないかもしれないわけよ。これが見えるようになってくるには、ちょっとこのアッパールームっていうか、自分のそのワイドレンズ、ヘリコプターに乗って上に行って、自分の畑をちょっと上から見ないといけないんだよね。目の前の農業だけわーってやって、なんでこれ出るの、もっと頑張れば出るはずじゃんってね。頑張ってても出ない時はチャンスなのよ。世の中のこの畑の法則、自然の法則は、合う場所で合うような努力をしたら必ず身になるのよ。必ず身になるよ。そのエンバイロメント、その土地、その環境に合うような植物と、その環境に合うようなことをやればうまくいくわけよ。ね。だから例えばアマゾンで育つようなね、バナナとかを砂漠の中で、ニューメキシコの砂漠に植えて、どんなに頑張ってもバナナは出てこないわけよ。砂漠だったらチリとかがいいわけよ。ね、その砂漠に強い環境に合うようなものを入れるとうまくいくわけよ。自分の環境、そもそも自分の環境はどういう環境が合ってるの？あなた、ニューメキシコ系、砂漠系、アウトドア系、インテリア系、いろんな系があるでしょ、ね、で自分に合うような種を入れるとうまくいくと僕は本当に思うんだよね。ね、でここ不可能な種、不可能なゴール、これに気づかないでずっとそこに努力しているとどうなっちゃう、どうなっちゃう、それは自分で想像できると思うんだよな。だから本当にこれみんなで気をつけていこうよ、ね、みんなでこの幻のような現実が、ね、
この車があったら幸せになれる、お金の問題が治ったら幸せになれる、そういうところね、にフォーカスするのももちろん、まあたまにはもちろんいいと思うんだけど、本当の真実、ひょっとしたらもう自分の畑が結構身になってるところがあるかもしれないから、ね、そこにフォーカスしていく。あとね、ごめんね、すぐ終わるんだけど、もう一つ気をつけないといけないところがあって、それは自分の畑の中にフォーカスしてもらいたいのね、エネルギーを。宇宙の法則っていうのは、もう本当にどっかにエネルギーを、これニュートンの third law みたいな感じでしょ。自分がエネルギーを入れたところには必ず同じようなエネルギーのリアクションが出てくるわけよ。っていうことは、自分の畑の中で自分がコントロールできるところにエネルギーを注ぐと、その分の同じことが絶対起こるわけよね。これ宇宙の法則なのよ。 This is physics, right? っていうことは、自分が解決できないところにエネルギーを注ぐとどうなると思いますか？どうなると思う？例えば人の意見だよね。人があなたのことをどう思ってるかっていうところ。自分の畑じゃないでしょ。人を変えることできないじゃん、絶対。どんなに頑張ってどんなにやっても、その人の行動とかその人の意見を変えることができないわけよ。でもそこにエネルギーを入れるとどうなる？この法則を考えながら、必ずリアクションは起こるわけでしょ。出した分のエネルギーはどのような形で戻ってくる、ね、これも面白いんだよね。不可能なゴールなわけよ。不可能なゴールにエネルギーを注ぐとどういうふうに戻ってくるかっていうと、辛い形で戻ってくるんだよね。問題として戻ってくる。治らない、辛いっていう、そこで気づけるわけよ。ここにエネルギー入れても何にも起こんないなって。もっと自分がコントロールできる自分の畑の中に、自分のファーミングをやろう、ね、自分がコントロールできるとこにやっていきましょう。でそうすると自分の畑を見ているから、他の人がどんなことを言って、他の人が怒ってても、他のねことが起こっててもリアクティブにならないんだよね。これスティーブン博士がね、スティーブン・コビー博士が言う reactive people、 なんか起こったら自分がキャーってなっちゃう、ねね、世間の言うこと、社会の言うこと、ね、あの政治が言うこと、政治家、他の人の変、何が起こってもあの人のせいなんだ、あの上司のせいなんだ、ね、部下のせいなんだ、親のせいなんだ、妻のせいなんだ、子供のせいなんだ、学校のせいなんだって、いわゆる全部自分の畑以外のところのせいにしてるわけよ。それリアリティじゃない。そうじゃなくて Be proactive。 自分がコントロールできるところにフォーカスしてたら自分で見えるから、自分の問題は自分で直さないと痛いんだよ。これをやっているとね、本当に心の平和っていうのが感じれるようになってきて、すごい大きく大きく人生がもっと楽になる。もっと自分がやっていること、楽にエネルギーが動いて、楽にもっとエネルギーが戻ってくるから、そうすると自分の機嫌も自分で取れるようになってくるんだよね。ああ、今自分機嫌悪いなって思ったら、あ、ここにエネルギー突っ込むのやめようって、もっと自分がコントロールできるところに突っ込もう、これ機嫌悪いなって言ったら自分の機嫌を変えることができる。あ、自分の気分悪いな、自分落ち込んでるなって言ったら、その落ち込みをリアルに変えることができるのよ、ね、誰かのせいにしないで、あの人のせいだから僕今落ち込んでるんだって、喧嘩してあの人が悪いんだ、じゃあ自分の姿勢を良くすれば、ね、気分は変わってくるわけよ。感情ね、天井を向いてニューって90秒笑顔になったら必ず幸せになれるのよ、ね、運動して外歩いて10分、その時呼吸で 1,2,3,4 ってこの指を吸って 1,2,3,4 ってこれ10分やってるだけで機嫌は変われるわけよ。そのような感じで、その自分の感情もコントロールできるようになってくるということがポイントなんだよね。 Alright, let's be careful. Be careful of unrealistic, unattainable goals. リアルではない、
手に取れないゴールを育てるっていうのを気をつけていきましょう。Alright, you guys, thank you so much for checking out this video. And I will see you next time. ありがとう。じゃあねー。